ポスキアーボ駅で入れ替えに使用されるデニ、251号機、木骨後半張りの車体。2006年ポスキアーボ駅で入れ替えに使用されるデニ、251号機、後半張りの車体となったが形態は製造時とほぼ同一。2010年、レーティッシュ鉄道デニ、251系電動貨車は、スイスのレーティッシュ鉄道のベルニナ線で使用される、山岳鉄道用電動貨車である。 1908年にベルニナ鉄道として開業したレーティッシュ鉄道のベルニナ線の入れ替え用及び消火物列車や工事列車用として1909年に FE251 号機として製造された電動貨車で車体、機械部分、台車の製造を、シグ、電気部分、主電動機の製造をアリアースが担当した。抵抗制御による定格出力1 0 4キロワット。 750V もしくは 154kW、1000V、最大牽引力 24.5KN の小型機で、ベルニナ鉄道が、レーィッシュ鉄道と合併したことに伴い FE2 に51号機となり、その後昇号改正により、デニー251号機となったが、木製車体の交代化、ブレーキの改良など改造を受けながら100年以上の長きにわたって使用されている。 1911年製の GE2-262 号機と共に、ポスキアー母駅で入れ替えに使用されるデニー251号機、両機とも製造1 0 0年以上経過している2014年。ありがとうございます。